来年6月26日、27日の2連戦で、ソフトバンクが球団史上初めて沖縄で公式戦いを行う。と、言っても日本ハム主催のビジターだ長年、名護市でキャンプをしている日本ハム主催はわかるが、九州、沖縄を本拠地として考えているソフトバンクとしては先を越された感じがして残念だ。沖縄出身の東浜は入団以来、沖縄での公式戦いを熱望している。 今季は16勝で最多勝プロ5年目で初めて日本一へ大きく貢献した。12月の契約公開の席でも沖縄進出を提言したいと話す。沖縄は高校野球熱がものすごく高い、沖縄なお学で春に優勝した僕は沖縄の代表としてやっていかなければいけないとは思っていますと熱い思いを口にした。東浜自身も小さい頃に義の水熊の横浜、 現でなキャンプを見学。ブルペンで佐々木の号泣とフォークを間近で見て、プロ野球選手になろうと思ったと決意した。ネーミングライツによる、セルラースタジアム那覇という球場名が同業他社であるため、ホームにしにくいという事情もあるという。ならば、別の球場でオープン戦いの開催はどうだろう。今、大きく成長した東浜の姿を沖縄のファンにせいで見てもらいたい。 ホークスにとっても沖縄進出への大きなチャンスだ。開き括弧ソフトバンク担当イコール石橋高を閉じ括弧。